イエルマは、スペインの劇作家、フェデリコ・ガルシー・アロルカの戯曲である。1934年に書かれ、同年に初演された、三幕六馬の悲劇史という副題がついている。タイトルのイエルマとは、不毛のという意味であり、スペインの田舎に住む、子供のない女性の物語である。ヒロインであるイエルマは、時代の潮流ゆえに子供を産むよう期待をかけられている。イエルマは、 母になることをあまりにも絶望し、悲劇的な末路を迎える。イェルマは結婚して二人になる。イェルマは自分を妊娠させられるよう、夫のファンが生をつけてくれることを望んでいる。ファンは、イェルマに家にいるよう言って、オリーブの林に仕事に出かける。イェルマは自分の体内に子供が宿ってほしいと願い、その架空の子に対して話しかけたり歌ったりする。 新婚5ヶ月のマリアはすでに妊娠しており、イエルマに赤ん坊のための縫い物を頼んでくる。イエルマは自分もすぐに妊娠しなければ自分の血が毒に変わるのではと恐れる。夫妻の友人ビクトルはイエルマが縫い物をしているのを見て妊娠かと思う。そうではないと知ったビクトルはもっと頑張れと忠告する。イエルマは外にいる不安に夕食を持って行ったところである。 帰宅途中で、イエルマは、老婆に会うが、その老婆は、情熱が妊娠の鍵だという。イエルマは、不安ではなく、こっそり、ビクトルを持っていることを認める。それから、イエルマは二人の若い女に会うが、その態度に驚く。一人は赤ん坊をほったらかしにしており、もう一人は、母親のドローレスから妊娠のためのハーブを、もらっているにもかかわらず、子供がいないことに満足している。 それからビクトルがやってきて、イエルマと会話するが、二人の間には口にできない、考えや欲望のせいで緊張が走る。ファンがやってきて、イエルマが、外で話していると人が噂するかもしれないと、心配する。ファンは一晩中仕事をするつもりだとイエルマに言う。イエルマは一人で寝ることにする。三年後、五人の洗濯女ーーが、イエルマとおぼしき女の噂をしている。 その女にはまだ子供がおらず、夫以外の男を見つめていて、夫は妻を見張るために、自分の姉妹を呼んだという。女たちは夫、性愛、赤ん坊について歌う。不安の二人の姉妹がイエルマを見張っている。イエルマは家に留まるのを拒み、人々の噂になっている。子供がいないため、イエルマは自宅を監獄のように感じており、 結婚生活は暗証に乗り上げている。マリアがやってくるが、赤ん坊を見ると、いつもイエルマが泣いてしまうのであまり乗り気ではない。第一話に出てきた子供のいない若い女が、母のドローレスがイエルマが来るのを待っていると告げる。ビクタトールが別れを告げに来る。イエルマは驚き、ビクタトールが出ていくという知らせに少し悲しくなる。なぜ行ってしまうのか尋ねると、ビクタトールは、 状況の変化を口にする。フ安ンが入ってくるが、フ安ンがビクタトールの羊を買い取っていたことがわかる。ビクタトールがいなくなる理由の一つは、フ安ンであると示唆される。イェルマは怒り、フ安ンがビクトルと出ていくと、イェルマは、ドローレスに会いに出かける。1934年、マドリードで一堂に会する、ドルカ、プラ・マオルトゥア、ラモン・デルバリエイコール・インクラン。イェルマが、 ドローレスの家にいる。ドローレスとロ婆バは一晩中墓場でイエルマのため祈っていた。不安はイエルマが自分を騙したと責め、イエルマは自分の血、体、父親を呪う。山の上に陰遁書があり、イエルマをはじめとする多くの不妊の女が巡礼をする場所となっている。若い男たちがおり、夫から離れている女たちといい仲になったり、子供を作ったりしたいと企んでいる。 老婆は、イエルマに不安を捨てて、結気盛んな自分の息子と一緒になるよう勧めるが、イエルマは名誉にこだわって、この提案を受け入れない。盗み聞きをしたフ安ンは、イエルマに子供を持つことは諦めて、今の状態で満足しろという。フ安ンは子供を欲しがったことがなく、これからも欲しがらないと気づいたイエルマは、夫の首を絞め、子供を持つ、唯一の希望のよすがを殺してしまう。イエルマは、 最後に、あたしは自分の子を殺してしまったと叫ぶ。ロルカが生まれたグラナダの近くにある巡礼地木林は子さづけのご利益がある巡礼地として有名で、これが不妊の女性の巡礼をプロットの一部に含む本作執筆のヒントとなったと考えられている。また、ロルカの父の最初の妻であるマティルデ・パラシオスには子供がいなかったので、これもヒントになった可能性がある。 1933年の5月頃にはすでにロルカは、イェルマの構想を周囲に話しており、翌年3月には、ブエノスアイレスで、大一幕の朗読を行っている。1933年の7月頃に完成したと、考えられる。1934年12月29日、シプリアーノ・リバス・チェリフの演出により、マルガリータ・シルグを、イェルマ役に配して、 マドリードのエスパニョール劇場で初演が行われた。初演は大入りであったが、ロルカもシルグも共和派であったため、公演中に反対派からの矢字が激しくなる場面もあった。当時としてはショッキングな内容を扱っていたことと、ロルカたちが政治的に左派であったため、公演は賛否両論であった。しかしながら、好評も多かったため上演は数ヶ月間続き。 1935年2月2日に同劇場でイエルマが上演された際にはロルカ自身が演劇についてのスピーチを行った。5月にはシルグの劇団がバルセロナでも本作を上演した。フランコ政権下のスペインではロルカの芝居を上演するのは困難であり、1947年にイエルマがバルセロナで極めて小規模に上演されたが、マドリードでは上演できなかった。 スペイン内戦後にマドリードで初めて行われた主要なイエルマのプロダクションとしては、1961年にエスラバ劇場でルイス・エスコバル演出が挙げられる。自然主義的な演出であったが、批判も受けた。ヌリア・エスペル劇団1971年、ビクトル・ガルシア演出、ヌリア・エスペル劇団によるトランポリン幕を用いたイエルマが上演され、 ヌリア・エスペルがヒロインを演じた。このプロダクションはイギリスや日本を含む世界中で長きにわたり上演され、その後の演出に大きな影響を与えることとなった。当初はロルカの作品だというだけで検閲に遭い、上演の許可が下りなかったという。布張りの舞台はロルカのテキストにある鼓動を表現するというコンセプトで作られた。この上演は極めて評価が高く、 スペインの演劇上演史上に残る作品と言われている。1958年に俳優座劇場にて、アイダーユ本役、田中千佳を演出で、地の花として上演が行われ、大塚美智子がイエルマを、市原悦子がマリアを、菅井金がドローレスを、平見喜次郎がビクトルを演じた。三島幸夫は、この上演について、あまりにも田中の独自色が強すぎるが、 極度にスタティックで、能楽的なところはロールカらしさがあったと述べている。1979年には、キノク国屋ホールにて、吉原幸子の台本、村田大の演出、岸田京子の主演により、演劇集団演が上演を行った。1988年、渡辺裕子演出、三田和代主演により渋谷のパルコスペースパート3で、本作が上演され、三田は、イエルマを、 しなやかで弱い女性像として演じた。本作は大学演劇でもしばしば取り上げられる。関西学生イスパニア語連盟の語劇コンクールでは、1975年と1996年に天理大学がイエルマを出している。1975年版でビクトルを演じた片倉ク作りは、このプロダクションの時の不安は70年代日本における。 エコノミックアニマルを思わせるところがあったと回想している。1989年に大学生を中心とする劇団ラバラキリアが地の婚礼、イエルマ、ベルナルダ、アルバの家の散作をスペイン語及び日本語で制作し、東京でリハーサル公演をした後、グラナダなどスペインでの上演ツアーを行った。1994年には名古屋で スペインやラテンアメリカの戯曲を精力的に上演している劇団、クセックが神宮寺、経営室でイエルマを取り上げ、各地で公演して2000人以上を動員している。ヒロインのイエルマ役は、男優の坂木原忠美が務め、女性の情念やエロチシズム、人間を見る厳しさや、激しさをより直接的に表現することを目指す、上演であった。1987年に、 ロンドンのナショナルシアターでディートレビス演出による英語版が上演されたが、これは塗り合いスペル主演のスペイン語プロダクションの影響を受けたものであった。2016年、オーストラリアの劇作家、サイモン・ストーンが、ヤングビックがビリー・パイパー主演で原作を大きく変更し、現代のロンドンを舞台にした本案を上演した。主演のビリー・パイパーの演技は、 をを揺さぶるようなものだとして高い評価を受け本作は、ローレンス・オリビエ賞で最優秀リバイバル賞と最優秀女優賞を受賞した。本作は、ナショナル・シアター・ライブでも上映された。このプロダクションは2018年、ニューヨークのパーク・アベニュー・アーモリーに引っ越して上演された。アメリカでも好評を得、ニューヨーク・タイムズは、パイパーの演技を絶対的勝利だと絶賛した。 ハリウッドリポーターも、パイパーを、本当に圧倒的だと称賛した。本作は何度か、オペラ化されている。ポール・ボールズがリブレットと作曲を担当した英語の、オペラが1958年に、デニス・アピバー作曲、モンタギュース・レーター台本の英語版が1961年に、初演され、レイモンド・ワイルディング・ホワイトも自らの作曲、台本による、 英語版を1962年に作っている。エートルビライ・コール・ロボスも自らの作曲、台本によるスペイン語のオペラ、イエルマを1956年に作ったが、1971年まで、初演されなかった。1984年に、ハンガリーで映画化されているほか、1998年にも、アイタナ・サンチェス・ギヨン主演で、スペインで映画化されている。 2017年にも現代を舞台に大きく脚色された本案映,映画イエルマ・バーレンが作られている。1997年に作られたロルカの死を題材とする映画ロルカ・暗殺の丘ではイエルマの上演に際して保守的な観客が怒りをあらわにする場面がある。リンゼイ・ケンプとクリストファー・ブルースが1977年に共同制作したロルカをテーマとするダンス作品。 残酷な庭には、イェルマの要素が取り入れられている。1996年には、加藤宮子ダンススペースが、青山円形劇場でダンスオペラ、イェルマを上演している。2008年、川口節子の構成、演出、振付により、モダンバレー版、イェルマが、名古屋の愛知県芸術劇場で上演された。タレル・アルビン・マクレーニーによる、儀曲イン・ザレッアンド、 ブラウンウォーターは、イエルマに緩やかに基づいており、2008年にアトランタのアライアンス劇場とロンドンのヤングビックで上演された。2014年には BBC でラジオドラマが放送された。本作は、女性に対する抑圧を通して社会に対する批判を厳しく浮かび上がらせようとした作品であると評されている。スペインの結婚や離婚にまつわる法制度や 女性を家に閉じ込め自由を奪う習慣などを通列に描写しており、フェミニズム批評の対象とされることもある。さらに、同性愛者であったロルカ自身が自らの生殖不可能性を強く意識していたことが反映されていると見る向きもある。イアン・ギブソンによると、イエルマは明確にスペインにおけるカトリック教会の支配、権威主義的で偽善的な性道徳、 女性の抑圧を攻撃した作品であり、それゆえ右翼から大きな反発を買った。三島由紀夫はロルカの作品を愛好していたが、中でもイエルマを最も気に入っており、終幕部分は女性に対して男の抱く安易な夢と女性そのものの存在の叫びとが対決する場面であるとして高く評価していた。本作の演出について、 コウミーエイジは、第二幕第一場の選択女の殺すには、陽気なみだらさを、第三幕、第二場の礼拝堂の場面での殺すには、感能らあなダイナミズムを表現させることが重要であり、これによって、イエルマの不幸と悲劇性をうまく浮かび上がらせることができると分析している。地の根例及び、ベルナルダ、アルバの家と共に、ロルカの三大悲劇を構成する。 イェルマのスペイン語原文は、ロルカの死後である1937年に、アルゼンチンのブエノスアイレスで、アナコンダから出版され、同年に、ペリューのリマとチリのサンティアゴでも刊行された。ロルカの著作は、フランコ政権下のスペインでは刊行されず、主にアルゼンチンなど中南米で刊行されていた。初版以降、各地で複数のスペイン語版が交換されており、 劇中の音楽の扱いなどについては若干の違いも見られる。ありがとうございます。